だな。屋根より高い鯉のぼり、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 屋根より高い鯉のぼり。ですね。バイバイ。ファイターズですね。ファイターズ勝利のとこ進め、ファイターズ戦うぞ。ちょ、戦うぞ。戦って戦って戦うぞ。戦うぞ。戦うぞ。ちょ、進め。ちょ、戦うぞ。進め。ちょっと下に入る。ファイターズ。ミナモギリって。え、なんなんつうの？ミナモギリ。ミナモギリ。わかんない。進め。ファイト。屋根より高い鯉のぼり。屋根より高い鯉のぼり。屋根より高い鯉のぼり。屋根より高い。いや。いや飛んじゃったって。進め。ファイターズ勝利だったか。なんつ。進め。ファイターズ勝利の男。刀2個ゲット。はーって進め。え、取れたじゃん。我が先切ったくんは。あ、パパそれ切っちゃったのかな。ファイターズ。パパのハイバースデーじゃない。ハイバースデー。あれじゃ紅茶でしょ。そう、紅茶。え、これさ、フーやる？ハイバースデーって言ったらパパハイになるってこと？ハイになるの誕生日に。じゃあハイバースデー。いや、ハイになったら死んじゃうじゃん。知らない、生きる。生きるわ。え、すごい。やっぱ生きるって、だから、うん、かっこいい。やばば、うん、あれ食べていい、うん、これ完成。ベリー食べていい。ベリーめっちゃ美味しそうじゃん。あ、ベリー食べていい。ちっちゃ、お紅茶。あ、これ金粉じゃ。あ、すごい、でんぷんだ。金粉え、これ一気に切ってもらう。でんぷんです。なんでよ。じゃあこのチョコ今年こそ食べさせて。いいじゃん、子供じゃなんかいいじゃん。どう、え、ひ、男が一人下だから、自分の子供の日って男の子の日なんだよね。あ、どうやって、ひな祭り食べたじゃん、ケーキ。知らんけど、ここで切る、ちっちゃいかな。じゃあこのチョコは、ちっちゃくないか。まあ私がなんかイチゴカリカリいただきますね。え、これ金粉じゃん。これあげるからな。うん、え、これも金粉の金粉やるからいいじゃん。はい、チョコ。え、そんな食べるの。ちょっとダメ、ちゃんと食べない。真面目に食ってください。なんか毛刺さってる、毛。ねえ、危ない。めっちゃすごいぞ、横に。待って、このラズベリーもらっていい？横にイチゴついてる。うん、あ、子供の日って何？男の子の日なの？ほぼ男の子の日。いや、男の子も女の子も一応両方で。え、ひな祭りは？ひな祭りは女の子。え、男の子の日はないってことか。うわぁ、そこの証拠の日、なんか謎だったけど、ひな祭り、ひな祭り、女の子の日なの、子供の日。女の子と子供、男、男の子じゃないの、男の子と女の子の日。ねえちゃん、イチゴが乗ってる場所欲しい。やっぱクリーム乗ってる場所がいい。え、クリーム、全部クリームだ。ここがいい。ちょっと少ない。え、これめっちゃ美味しそうじゃん。もう4等分でいいよね。本当無理。うんうんうん、はい、あげる。あ、ちょっとポンの方向いてる。はい、ばばいちゃん、これがいい、このクリーム。オッケーだ。あ、またこれで取んない。あ、このイチゴいる。イチゴ欲しい、欲しい、欲しい、欲しい。じゃあまずイチゴ、これ。じゃあイチゴ大好き。イチゴちょうだい。そう、イチゴ好きだったの、ひーちゃん。最近好きになったの。お、すげえ、めっちゃうるさい。なんでこれうるさいんだ、ひーちゃんがうるさくしたのか。あ、ほんとに。苦い。どれにしようかな。これやめてって言ってる。え、これ金粉だよ。
やめたくなった。ひーちゃんの声聞くと。は？おもしたい。いきも？いちごいただきます。うん。ラベズルビー。どうした？まい。ヤミー。ヤミー。うん。見てよ、ちっちゃ。見て、なんかみかんみたいになってる、このいちご。見て。おお、パパこれ1個食べてるの。見て、ねえき、みかんみたいになってるよ、いちご。見て、見て、見て、みかんみたいになってる、いちご。これラズベリーだって。これいちごだよ。これラズベリーだって。赤のところだよ。これラズベリー。めっちゃ美味しそうだ、これ金粉。こいつラズベリー。そうなの？金粉ピッカピカ。こいつラズベリーだよね、このなんか。こいつなんかこんな変な。え、そうラズベリー。これ。でもこれ駅食べられちゃう、私的には食べないじゃん、これ。え、どれ？これ。あ、じゃあこれもらっていい？ダメ。ラズベリーだよ。え、それチョコでしょ？チョコじゃない。あ、チョコ、あ、多分そう、紙くずじゃん。ウッキにあげるよ。ラズベリーってうまいの？甘っ。歯に挟まった。めっちゃなんか変わった、テレビ。え、変わった？うぇ、ほら、あ、買ってなんかね、録画のやつになっちゃった。ねえ、まあ、歯に挟まった。子供の日食べるわ。え、子供、そう、子供の日。え、ひーちゃん、チョコ、じゃこのチョコ食べればいいじゃん、上の。うん、持ってるよ、これ。持ってるんじゃん、いいじゃん。ね、金箔。うん、手振りこれさ、もう閉まっとくか。うん、ここひっくり返しそうだ。ハンバーグ？ひっくり返しそう、ひっくり返しそう。うん？いいよ。もっといいやけ残った。いいやけ残った。これ、え、これ食べるの？半分ずつ。もうわかんない。あ、じゃあ置いとこう、置いとこう。食べようぜ。いや、もう明日、今日明日夜。もう。やっぱ去年のゴールデンウィークって何したの？クランクランしてた。待って、めっちゃ美味しいゴールデンウィーク。クランクラン。どっか行ったじゃん。グリーンランド行ったじゃん。うん。グリーンランドも行ったし、ファイターズ行ったじゃん。見ないよ。いちご落ちるまで。3、2、1。だ。動物園の時に行ったら動物園何動物園家じゃなくて札幌ドームの動物園行ったら馬とか触って馬行ったの。あ、そうだ、なんか記念でなんか今日はイベントあったのに、それ触れなかったじゃん。触ったの。え、いっぱい触ったじゃん。ハリネズミ触った。え、でもそれ子供の日じゃないかな。ハリネズミ触った。うん、ウサギも触った。うん、え、あと、カメもさ、いたじゃん。カメ触った、ヒーちゃん。あ？カメ触って、逃げてたじゃん、マジ。ヒーちゃん、ヒーちゃんってあれで、魚食べてたよ。食べてない。ねえ、なんだよって。魚こうやって手掴みに取って、うん、頭から。ねえ、やだ。食べて、みんなから驚かれて、引かれてた。こんな感じか。屋根より高い鯉のぼり。え？顔？どうして？あ、それね、次逆側にした方がいいんだよ。ん？逆。逆なんだよね。逆って反対側。あ、ちょっとパパ貸していい？鯉のぼりって何するんだっけ？え？鯉のぼり？うん。子供の日だ。同じじゃん。あれ？あ。変わんないじゃん。次これがこっちだ。あれ、これ、うん、これこっちが。何やってるの？踊りわかんない。ほら、これ、これしか方法ない。これいいじゃん。カーテンに引っ掛けた鯉のぼり。鯉のぼり、これかけた。
あ、魔女かもしれないよ、前世。え、魔女なの？うん。紅茶好きな魔女なの？紅茶好きな子好きな人、あの、うん、もしかしたら魔女。魔女なの？キノトヤの。見て、YouTube でこういう。ん？キノトヤの紅茶。うん？うん。ケーキやってた？うん。この紅茶めっちゃ美味しそう。あ、飲もうかなこれ。うん。行く前に飲もうかな。うん。そしてパンも食べたし。そしてこれは豚ちゃんの貯金箱。豚ちゃんが貼ってきた。うん？うん。左側。